ニュージーランドのトレイル3日目です。船が何かを運びながらこちらへ向かってきております。船が運んできたのはこちらのシーカヤック。3日目はシーカヤックで移動です。シーカヤックに持ってきた荷物をすべて積んで漕いでいきます。今回の地図がこちらです。バークベイを出発してトンガ島という島の周りをくるっと回り陸地に戻ってきます。陸に着いたら歩いてアワロアにあるロッジを目指します。今回旅を一緒にしてくれるのはこちらのメンバー。はい、3日目はカヤックで移動です。クロビスさんも一緒です。こいでくれてます。めちゃくちゃ海が青くて気持ちがいいです。すごい、アザラシがいます。すごい、わお。めちゃくちゃ近くにいます。すごい、アザラシ、ワイルドアザラシです。あー、信じられない、本当に。あー、かわいい。あー、かわいい。はい、この島の上にもいます。岩の上、どこだ、ここだ。うわー、かわいい。ケベロ。はい、ということで、陸地に上陸しました。ここは、プライベートビーチで、なんていうんですか、こうカヤックとかボートとかがないと上陸できない場所です。はい、でニュージーランドではこういうプライベートビーチでは上半身裸で泳ぐことが合法らしいんですけど、私はちょっと恥ずかしいのでさすがに上半身裸では行かずに、まあ、この T シャツのまま、はい、ダイブしたいと思います。はい、トレイル中にね、こう海があって海に飛び込むことができるというね、すごい面白いトレイルです。じゃあ行きますよ。ここでお昼ご飯です。メニューはトレイシーが用意してくれたラップサンドです。薄めの生地に野菜やツナをくるっと巻いていただきます。これはツナなんですが、ニュージーランドにはフレーバーのついたツナがね、よく売ってるみたいです。これは生姜とライムかな。ツナ美味しい。海外に行くとラップサンドの生地がよくスーパーに売ってるんですが、日本ではあまりメジャーじゃないですよね。日本でね、手軽に買えたらいいなっていつも思います。はい、休憩が終わりまして、陸地に、はい、行きます。
オレンジ色の方が、親で、くちばしが黒いちょっと隠れてる方が子供らしいです。かわいい。はい、ということでカヤックを終えて、この森の中を歩いております。で、私カヤックほぼ、まあ、初めてと言っていいと思うんですけど、はい、ほぼ初めてなんですけど、動物、アザラシを見られたり、こうプライベートビーチに行くことができたり、いやもう最高に楽しかったです。なかなか今までにやったことのない体験をこの旅で、たくさんしているので、もうワクワクがね止まらないという感じです。はい、で、今私が歩いている道はこれね、後ろ見てもらったら分かる通り、アップダウンがね全然なくて、とっても歩きやすい道です。こんな感じの道をずっと歩いて、今日泊まるロッジに向かいます。さあ、本日のお部屋がこちらです。もうね、森が目の前です。そしてお部屋の中はこんな感じです。大垣ちゃんと2人でこのお部屋を使います。はい、ということで、今日の宿泊場所に到着して、シャワーを浴びました。今までこうトレイルを歩き始めて、実はシャワーを浴びる機会がなかったんですよ。だから、今日はね、まあ、コテージみたいな場所なのでシャワーがあったので、シャワーを浴びてもうすごいスッキリしました。でやっぱりね、海岸線沿いを歩いているので、もうね、服とかを脱いだらいろんなところから砂が出て、はい、きましたね。これもなんかちょっと普段の山とは違うなと思います。はい、そしてですね、これから、夜ご飯ですね。はい、どんなものが出てくるか楽しみです。お腹もビコビコです。舌が回ってない。That's mine too. Awesome. Hey, we're about a month off. 夕食はロッジのレストランでアラカルトを注文しました。お魚にお肉料理、パスタにリゾットなど、何でもね揃っています。さあ、ニュージーランドのトレイル4日目です。アワロアからトタラヌイを目指して歩きます。 3,4 時間の道のりです。はい、ということで海岸に出ました。やっぱりね、海沿いを歩くってめちゃくちゃ気持ちがいいですね。しかも裸足で。はい、で、ね、ちょっとね、奥の方に、今日のゴール地点であるトタラヌイのビーチが見えます。なんかね、ゴールが見えるとちょっとね安心しますね。はい、で、私ですね、実は今ね、体中が痒いです。足と腕がもうめちゃくちゃ痒くて、なんでかっていうと、こっちにはサンドフライというなんかブヨみたいな虫が結構いるんですよ。で、まあ、半袖半ズボンとかで過ごしていると、はい、サンドフライに刺されてしまうんですね。でそれを、まあ、事前に知っていたにもかかわらず、ちょっと気持ちがいいからといって、半袖半ズボンでこう過ごしていた私に、もうサンドフライはもうめちゃくちゃ寄ってきてですね、もう体中がめちゃくちゃ痒いです。はい、ちょっとそれをね我慢しながら、はい、今歩いております。はい。
船の上にトラックがそのまま乗っております。多分なんか冷凍してるんですかね、中のものを。だからもうトラックごと積んで持ってきちゃえっていう感じでしょうか。すごいビーチのなんか専用の車みたいなのがあります。あれ日本じゃ私は見たことない。砂の形がめっちゃ綺麗です。これは波の形になっているのかな。すごい綺麗。はい、今私が歩いているところは、最高で私の太ももくらいまでこう水があります。で、ここはですね、満潮の時はもっとね海がこう深くて、水がいっぱい来てて歩けない場所なんですけど、まあ、今はね干潮の時間に近いので、こんな感じで、はい、足をもう水にズボズボつけながらこう歩いているという感じです。はい、で干潮だからもうちょっと水の、高さが低いかと思ったら意外と水の高さがあって、もう長ズボンずぶ濡れになりました。おいたたたたそして足元にはね貝の殻があってめちゃくちゃ痛い痛すぎて動けない、痛すぎる、痛い痛い安全地帯、痛いですね。痛い。あ、本当だ。ここ少ない。あ、本当だ。ビーチサンダルみたいな、すぐ履ける靴があると余計に良さそうですね。また海だもんね。海です。はい、海を渡り終えて岸に到着です。はい、ということで海岸線から森の中に入りました。で森の中に入ったと言ってもですね、もうすぐ横がビーチなんですよ。なのでこう海のね、波の音を聞きながら、歩けます。そしてこの森にはこうセミがいて、セミの音とね波の音をこう両方聞きながら、歩くというなんかちょっと面白いね、道ですね。はい、で、私たちはですね、山小屋に泊まったり、あとはロッジに泊まったりしながら歩いてるんですけど、結構ね、テント泊をしながら歩いてる人もね多いです。キャンプサイトもトレイル上にたくさんあります。でこう道の感じがですね、そんなにねアップダウンがあるわけじゃないので、テントをね背負っても、全然ねなんか苦じゃなさそうな道かなと思います。私も4日分の着替えとか、寝袋とか、まあ、結構荷物いつもに比べると多いんですけど、それでもね、全然余裕で歩けるくらいなので、すごい道の感じはね穏やかですね。はい、どんどんね歩いていきます。
い、今歩いている道は4日間の中で一番急な登りです。ちょっと息が切れてます。というのもですね、本当は海岸線を、横切る形で歩けるんですけど、土砂崩れの影響で、その道が塞がれてしまってて、山をねこう回り込むような形で歩かなきゃいけないんですよ。だからちょっとね、急な登りを登るというね感じです。めっちゃ息切れてる。はい、でここを越えたらねもうゴールはすぐそこです。頑張ろう。この地味に急な感じ伝わるかな。伝わってくれ。はい、頑張って登った後はちょっと海をね見ながら下ることができます。ご褒美的な時間ですね。よいしょ。おー、きれいきれい。よいしょ。あー、ビーチに出た。いたたたたた。痛い息があった。びっくりした。よいしょ。はい、海辺にすごいペンギンみたいなのがいると思ったらこれはウですね。トタラヌイ、というね場所、今日ゴールですね。トレイルの到着です。はい、ということでゴール地点のトタラヌイに到着です。でこっからはですね道があるのでじゃーん。はい、車で、移動です。はい、じゃあちょっと移動します。さあ車で移動しているととてもニュージーランドらしい光景に遭遇しました。それがこちら、羊が放牧されているんです。人間よりも羊の方が多いなんて言われるニュージーランド。2011年の調査ではニュージーランドの人口は442万人、羊の数は3110万頭と1人当たり約7頭の羊がいるという結果になったそうです。はい、アベルタスマンのトレイルを終えてこれからウェリントンという、ニュージーランドの首都に、移動ですね。で、その移動はですね、なんとですね小型ジェットで移動です。私ヘリコプターは、今回はちょっと乗ったんですけど、ヘリコプターに乗るの、あ、ヘリコプターじゃない、小型ジェットに乗るのは初めて。はい、めちゃくちゃ楽しみ。はい、ということで、あ、あれだあれだ、見えました。こちらです。うわー、ちっちゃ。あー、なんかちょっとおもちゃみたいな感じ。ちっちゃ、ね、ちっちゃい。何人乗りだろう。10人乗りくらいかな。じゃあ乗ります。おー、狭い。一番後ろの席、よいしょ。私の座席の後ろはもういろんな人の荷物がこんなに、はい、いっぱい入ってます。すごいなこれ。で前は、はい、こんな感じ。うわー、じゃあ出発です。
さあ到着したのはニュージーランドの首都ウェリントンです。最後の夕食はクラフトビールのお店にやってきました。翌日は日本に向けてのフライトです。ニュージーランドは自然がいっぱいで食べ物も美味しくて人も親切で大好きになりました。そして次回はなんとビジネスクラスで帰国する様子をお届けします。生まれて初めてのビジネスクラスにテンション上がっちゃってます。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。